皆さんこんにちは、花丸帝国です。今回はですね、喫茶四つ葉でね、登場した新商品、コーペンちゃんの喫茶四つ葉、今開催されていますけども、その新商品、購入してきたものを紹介していきたいと思います。お供のコーペンちゃんと一緒に紹介していこう。で、今回はですね、福袋を購入するために原宿店にお正月並んだんですけど、その時福袋と一緒に購入してきた商品になります。だからその時にもらったノベルティとかも一緒に紹介していけたらなと思っております。じゃあまずね、まずこちら、これキディランドをね、コーペンちゃんの原宿店で買ったんですけど、これは確か来場者プレゼントかな、誰でももらえるやつ。こちら、明けましておめでとう。はい、明けましておめでとうございます。新年明けましておめでとう。一発目の動画じゃないけど、こっちでも挨拶しておこう。明けましておめでとうということで、このだるまさんのコーペンちゃんとえながちゃんのポストカードだね。かわいい。これは来場者プレゼントだから、購入した方みんなもらえるやつかな。はい、ということで今年もよろしくお願いします。で、次なんですけど、ノベルティがなんかいろいろあったんだけど、これかな、こちらですね。これまず開けてみましょう。中身、あれ、ここからかな。おっと、かわいいこのお皿見てください。これコーペンちゃんがまったりとティータイムしている。コーヒー飲んで偉いね。ティーポットになったえながちゃんもいます。このかわいいお皿、確かね、これ5500円以上買った人がもらえるノベルティですね。これあー、かわいい。これは確かお店屋さんでもともとやっていたノベルティなのかな。うん。で、こちらがね、一つ目のノベルティ。そしてこっち、これが欲しかったんです僕、このコーペンちゃんね。鈴入りの、マルコロお守りマスコット大丈夫ということでね、これ可愛くないですか。中に鈴が入っているんです。鈴、お供のコーペンちゃんと同じぐらいの大きさ、ちょっと一回り小さいかな、同じかな、かわいいな。このね、鈴のコーペンちゃんはね、これも5500円以上の購入でもらえるマスコットなんですけど、こちらはね、ほんと数量限定なので、多分もう今頃もしかするとなくなっちゃってるんじゃないかな。それぐらいね、貴重なノベルティですね。で、これは福袋も3300円かかるんですけど、福袋の料金は含まれないみたいなんですよね。だから福袋の3000円とはまた別に5000円以上購入する必要があるみたいです。こっちのお皿はね、福袋の料金含まれるみたいだから、福袋で3000円プラス2000円ちょい買えばね、こっちのお皿はもらえるんだけど、こっちはもらえないみたい。そこ気をつけてくださいね、もしこれからね購入されようとしてる方はね。はい、ということでこれ無事ゲットしました。よかった。で、ここからがノベルティではなく、僕が購入したグッズ。じゃ、まずね、どうしようかな、これかな、喫茶四つ葉のオリジナルメニュー一つ目で、これ本当に可愛いクリアファイル、裏面はこんな感じ。コーペンちゃん喫茶四つ葉クリアファイルのね、メニューですね。喫茶四つ葉のこれか、花丸コーヒー、いいですね。いつか本当にコーペンちゃんカフェみたいな感じでできてほしいですよね、喫茶四つ葉。これコーヒーゼリーでクリームソーダ、ブルーハワイで固いプリン食べるって、コーペンちゃんが食べさせてくれるサービス付きなんだろうねこれで、クリームソーダのザクロで、卵&レタス、違う、卵&ハムサンド、かわいいな。ピザトーストコーペンちゃんがチーズ伸ばしている。で、ナポリタン、オムライス、トーストということで、皆さんどれ食べたいですかこれ。いやー、どれも美味しそうですよね。今の気分はね、今喉カラカラだからクリームソーダかな。えながちゃんの顔ついてるし、クリームソーダ、メロンが飲みたいかな見てるだけでジュルリですねこれ。うわー、かわいい。2個目がこれだね。これフェイスタオルかな、フェイスタオルも買ったんですよね。フェイスタオルですね、かわいいな。これも多分今見たクリアファイルと同じ内容のイラストが書いてあるのかな。うわー、かわいい。おー、広がってるところ初めて見た。広げて初めて見たけど、こっちはメニューの名前は書いてないみたい。
半分に折ってみてよかねえ、かわいい。これ桜味のクリームソーダとか、うわー、こっち半分はこんな感じね。クリアファイルと同じですね。本当にこの喫茶四つ葉のイラストどれも可愛くて好きだったから迷わず買っちゃった、これは。でね、これ一番今回一番楽しみにしてたのがこちら。これ組み立てるとペン立てになりますということでね、喫茶四つ葉のこれ看板、うわー、アクリルになってるんだね。アクリル組み立て式ペン立てということで、うわー、かわいい、これはかわいい。組み立てるとこんな感じになるみたい。ペン立てになるんだね、簡単なペン立て。これよく見てください、このアクリルスタンドになってるんだよね。よく見たら、遠くから見たらただのイラストに見えるんだけど、近くで見ると、うわー素敵。このアクリルスタンド特有の、なんて言うんですかね、このにじんでるっていうか、もう一色の赤ってわけじゃないよね。すごい、これ忠実にステンドグラスを再現してるな。うわーかわいい。このね、ステンドグラスに魅了されて今回四つ葉喫茶すごいなって、僕の中で魅力を感じるのはやっぱりこのステンドグラスを採用してるところかなって思うんですよね。すごい、これはね、早く組み立てたいな。ちょっと今時間ないから組み立てられないんですけど、でね、こちらこれも買ってみたんですよね。これ2種類確かあって、四つ葉喫茶のものとそうじゃないものがある、四つ葉喫茶のものを2種類と、あとこのトレーディング缶バッジコレクションも2種類買ってみました。四つ葉喫茶これ14種類あるんですけど、そのうち3つぐらいが確かね、このステンドグラスを採用されてるやつなんだよね。だからステンドグラスのやつが出てくれると嬉しい。どうですかねこれ、うわー緊張するけど、ちょっと引いてみます。ステンドグラス系統であってください、お願いお願い。あ、ここからか、はい、あ、違ったクリームソーダだ。でもさっき僕が飲みたいって言ってたものが出てきてくれた。なんか手カサカサですね、すいませんクリームソーダメロン、かわいい。これちょっとちっちゃいけどアクリルスタンドになっています。このようにね、これ立てることができるんですね。はい、かわいい立てとこ。でもう一つあるから、もう一つ、さあアクリルスタンド来てほしいな。アクリルじゃなくて、さあお願い、ステンドグラス来てください、お願いします。違った、卵&ハムサンドでした。うわー出なかったステンドグラス来てくれるかなとちょっと思ってたんだけど出なかったね、しょうがないな。でも本当に可愛いねこの子たち。なんで入らないんだろう、こっちかな、ん、入らないな、入った、へえ、かわいいな。卵ハムサンド、はい、ということでステンドグラスは出なかったけど、この子たちがかわいいから花丸ですね。さあそして続いてこちらね、トレーディングの缶バッジコレクションの方も開けていきたいと思います。全16種類、はい、お、布団の中から出て偉い、出られて偉いわ。やっぱコーペンチャはなんかここから一躍人気に火がついた気がしますね。この内首獄門同好会さんとのコラボ曲、コラボ曲という表現で正しいかわからないけど、まさに今寒いからこのコーペンちゃんからこのセリフを言われたいがためにね、起きられちゃったりしますからね。本当にいつもありがとう、コーペンちゃんのセリフのおかげで起きるのが楽しい。さあ2つ目、はい、お、なんだ、忙しいのに偉い。あー、ごめんちゃんの目がもうぐるぐるでてんやわんやですね、これ汗汗って感じ。やることやること、お急ぎ、やること早めに至急テンパってるな、コーペンちゃん、のんびりでいいんだよってね、いつもありがとうコーペンちゃん。はい、これで終わりかなと思ったんですけど、まだありました。あのね、原宿店で、こちらは原宿店で購入した商品になるんですけど、あのね、やっぱりね、福袋の列がすごくて、もう大行列だったので入場規制がかかっちゃっていて、本当に数人ずつしか入れないし、もうなんていうのかな、ゆっくり見てる時間がなかったんですよね。もう早く買って出ないとっていう雰囲気がもうすごかったので、ゆっくり厳選する時間がなくてですね、買い忘れがあったので、その後花丸ステーションに行ってこれ買ってきたんですよ。ということでね、こちらもお見せしますね。花丸ステーションで買ったやつ、花丸ステーションで買った時にね、またこれもらいました、明けましておめでとうのやつ。
2つ目、2枚目もらっちゃった、ありがとう。そして花丸ステーションで購入した買い忘れとはね、こちらです。これは絶対欲しかったのにこれはなぜか買えなかった、原宿店で。これ本当にこのステンドグラスのね、コーペンちゃんが大好きなんですよ。なのでキーホルダーになってるということでね、しかもこのプリン食べてる可愛い絵ね、ステンドグラスも7色で虹色でね、可愛いよねこれ。うわー、コーペンちゃん喫茶四つ葉、アクリルキーホルダー、ステンド、素敵。これはおすすめですね。これは今でも多分買えると思うから、これは本当におすすめ、可愛すぎる。これバッグとかにつけたいなって思うんですよね。鍵とかでもいいかな、鍵とかバッグとかどこかしらに絶対これつけるね。あー、よかった、本当に買い忘れてたのことに気づいてよかった。あー、ということでこちらが今回僕が購入した喫茶四つ葉、よいしょ、喫茶四つ葉系統のね、関連のグッズになります。あの、まだまだ他にも可愛いあのグッズいっぱいあったんですけどね、今回僕はこれぐらいで抑えました。皆さんはね、何を買ったんでしょうか。あの、よかったら教えてください。こんな感じかな、今回は喫茶四つ葉の紹介ということでね、喫茶四つ葉、直接僕関西に行けてるわけじゃないけど、関東の方にもぜひね来ていただきたい。もうなんなら全国回ってほしいね、喫茶四つ葉。もうコーペンちゃんカフェみたいな感覚で、いろんなところで本当にこの料理をね、あ、おお、缶バッジが、この料理を実際にあの直接体験してみたいですよね。そんな日が来ることを夢見ながら、今回の動画は終わろうかな。いつか喫茶四つ葉が、コーペンちゃんカフェのように僕たちの街にね現れてくれると信じて、今回の動画は終わりにしたいと思います。今年最初の願い事ですね、喫茶四つ葉、現実に出現してください、お願いします。はい、ということで今回の動画これぐらいで終わりにさせていただきます。ちょっと長めの動画になっちゃったけど、最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。